平井光夫平井三男1月26日から1945年3月24日は、日本の朝鮮総督府、内務官僚、民政統計感染検知事、熊本市四県町において、氏族平井太郎八年重の三男として生まれる、第五高等学校を主席で卒業、1909年、東京帝国大学法科大学政治学科を、 卒業し大学院に進む。1九1 0年十一月、文官高等試験行政科試験に合格。朝鮮総督府に入り同府警部となる。以後、総督府同事務官、全羅北道財務部長、総督府事務官、土志伏税局仙倍課長、二川税官長、平安南道内務部長県督取材さん、管理局事務官、朝鮮総督府職産局商工課長、 同学務局学務課長県鉄道局理事、刑場法学専門学校校長などを歴任。1929年7月、浜口内閣が成立し、青森県知事に就任した。同年8月1日から規定通り、リンゴ県営検査を実施するが、予算不足により、同月19日に廃止を決定し、そのため、県内各地で反対集会が開かれる事態となった。 1930年8月、山口県知事に転任。失業対策、青年の活動促進に取り組んだ。1931年12月18日に知事を休職。1932年1月29日、伊ガ面本館となり退官した。その後、戦時中に陸軍省専任食卓などを務めたが、病のため死去した。ありがとうございます。